折笠カサヨは、福島県生まれ東京育ちのローラースケーター。元ローラーダービー選手及びコーチ。元一般社団法人日本ローラーダービー協会理事。ローラースケート評論家。タレント、役者、俳優、エキストラ。1972年にローラーゲームの日本チーム、東京ボンバーズ練習生として、ローラースケートを始めた、後高校生の時の1974年。 TRSFC のローラーレースに参加。そして同じ時期にローラースピードで高校生選手権等に出場してスピードスケートチームブリザードを仲間と立ち上げる。1979年にローラーダンスチームピンクローラーズで活動し、1980年第1回後楽園ローラーディスコフェストシングル部門優勝。1981年テレビ朝日。 水曜スペシャル第5回輝け。日本一人間大賞、ローラーディスコ日本一出場したほか、ご存知ミュージカル清水の次郎長、びっくり日本新記録、おはようスタジオ、つっぱりやすしの60分、年越しロックフェスティバル、ボーカルグループサーカスミュージックビデオ、東京バザール水のスポーツブーススケートでも、とうとう多数出場、伝説のリンク、 ローラー・イン・東京オープニングスタッフだったのも、この時期のようです。しばらくは、ローラースケートを趣味程度に行っていましたが、映画、ローラー・ガールズ・ダイアリーに出会い、2010年、東京ダービードールズ創設、ヘッドコーチに就任し、2016年、ローラーダービージャパンオープン、沖縄大会、日本代表女子チームコーチ就任。2017年、 ローラーダービー世界選手権女子チームコーチで活動2019年全日本ローラーダービー選手権にチーム自身監督兼選手でフル出場しました。2019年ローラーダービー世界選手権男子日本代表国内練習コーチを最後に現役を引退し、 指導とローラースケートの広報を自主的に行っている2020年以降は、俳優として活動ブログ私と、ローラースケートツイッター、折笠よしみフェイスブックチャンス YouTube ウェブリオ第1回後楽園、ローラーディスコフェスト優勝日本一人間大賞、ローラーディスコ日本一トロフィー2019年、現役選手引退、折笠よしみ2019年、第2回全日本ローラーダービー選手権大会、 第2位、チーム自身、選手権監督で、出場2017年、ローラーダービー、日本代表強化選手トレーニングスクールとトレーニー、ローラスポーツネットワークローラースケートマスターダニー、ありがとうございます。